シレジア放棄、シレジア放棄、シレジア放棄、ポーランド語、ポステイニア・シュロースキーは、1919年から1921年の間に上シレジア地方、ポーランド語のポーランド人がドイツを相手に3度に渡って行った武装放棄の総称。特に第三回の放棄はこの地方をドイツから独立させ、1918年に終わった第一次。 世界大戦の後に建国された新生ポーランド、ポーランド第二共和国へ併合することを目的としていた。シレジアは中世初期にポーランドに属していたが、14世紀にボヘミアに渡され、その後オーストリアの地下となった。オーストリア継承戦争でプロイセンのフリードリヒ2世は上シレジアをマリア・テレジアのオーストリアから奪取し、プロイセンの一地方とした。 ウシレジアでオーデル川より東の地域ではポーランド人が多数を占めていた。そのほとんどは農民家労働者であった。多くはポーランド語の方言を話しており、自分たち自身をシレジア人とみなしていた。一方、地主、商人、工場主、カトリック聖職者の大半はドイツ人が占めていた。地方公務員と警察官はすべてドイツ人だった。 ほとんどすべてのドイツ人交換はプロテスタント教徒だったが、シレジア住民の大多数はカトリック教徒であった。ドイツの国勢調査によると、1900年には全人口の65%がポーランド語ア社だったが、1910年には57%に減少した。これはバイインガルが調査項目に付け加えられたためである。これによって、一見、 ポーランド語話者の数が少なくなったように表されることとなった。ドイツのパウル・ベバー教授による言語地図によると、オーデル川の東の地域のほとんどでは、ポーランド語を話すシレジア住民は1910年には70%を超えていた。ベルサイユ条約によって、上、シレジア地方がドイツとポーランドのどちらに帰属するかを、住民投票によって決めることとなった。 背景として、暴力や差別から起きた暴動が1919 19年と1920年に起きた最初の2度のシレジア放棄につながったことがある。プロイセンとその後のドイツ帝国では、ポーランド人は家を建てるのを禁止され、彼らの所有地は強制収容の対象であった。ビスマルクは、ポーランド人を狼に例え、できれば撃ち殺してしまうべき相手だとし、 ポーランド人を差別する厳しい法律をいくつも制定した。第一次世界大戦が終わるまでポーランド語の使用は禁止され、ポーランド人の子供たちが学校で自分の言葉を使うと教師から虐待された。ポーランド人は国外追放の対象とされ、ドイツ政府はポーランド人を追い出した後の地のドイツ化のために、ドイツ人の維持を進め、移住のための経済的援助をした。 住民投票は、オーデル川の東側だけで行われるべきという、ポーランドの意向に反して上、シレジア地方全体で行われた。投票までの期間、ドイツとポーランドの双方がプロパガンダを行った。ドイツ人雇用者は、従業員に、ポーランドへ投票すれば解雇して、老齢年金を廃止すると脅した。まだ、反革命武装義勇軍はポーランドに同調する。 シレジア住民に暴力を加えた。ポーランドは、もし、ポーランドが、住民投票に勝利すれば、シレジアのポーランド人は虐げられることも、二級市民として、扱われることもなくなり、老齢年金が廃止されることもないと訴えた。住民投票では70万7605人が、ドイツへの帰属に、47万9359人が、ポーランドへの帰属に賛成した。 ドイツ貴族派が228,246人多かったことになる。ドイツとポーランドのどちらも外部から投票者を呼び込んだ。ドイツは組織的に179,910人を送った。ポーランドからは自発的な流入のため詳細な人数は不明だが約1万人が来たとされている。外部から流入した投票者を差し引くと千六百九十五人が ドイツに469,359人がポーランドに投票したことになる。これでもドイツに投票した者の数の方が58,336人多い。もし住民投票がオーデル川の東側だけで行われていたら、ポーランドへの帰属に賛成する者の数はずっと多かっただろうと考えられた。しかし上実のように住民投票は上。 シレジア地方全体で行われたので、オーデル川西岸のドイツ人の多い地域も含まれていた。また、ドイツ西部のルール地方で働いていたシレジア出身のポーラド人で稼ぎ労働者は数十万人に及ぶが、彼らの雇用主が一時帰境を許可しなかったため、他のシレジア出身のドイツ人のようには住民投票に参加できなかった。このような問題の多い住民投票の結果は、 第3回シレジア放棄を招くこととなった。国際連盟はこれ以上の流血の惨事を避けるために解決を求められることとなった。1922年に6週間にわたる調査が行われ、上シレジアはドイツとポーランドに分割されることが決定された。この決定はドイツ・ポーランド両国と上シレジア住民の大半に受け入れられた。 七7 3万6千人のポーランド人と26万人のドイツ人がポーランドのシレジアに住むこととなり、63万7千人のドイツ人がドイツのシレジアに住むこととなった。8月15日に起きた国境警備隊によるミスウビセタン光のポーランド人労働者虐殺が発端となり、上シレジアにおけるドイツ支配に対する抗議行動から第一回シレア放棄が起こった。 ポーランド人は地方公務員と警察官はドイツ人とポーランド人の両方から採用されるべきだと訴えた。2万1000人のドイツ兵と4万人の予備役兵が放棄を鎮圧するとその後のポーランド人に対する抑圧によって2500人のポーランド人が公主刑か銃殺刑に処せられた。放棄参加者のうち9000人が家族と共にポーランドへと避難した。 イギリス、フランス、イタリアの各軍が到着するまで、ポーランド人に対するドイツの恐怖政治が続いた。放棄は打ちひしがれたが、ポーランド人の民族意識は、かえって強固なものになり、1919年11月9日に他国の監視のもとで行われた、地方選挙では6822人のポーランド人候補者が当選した。 ポーランド軍がソ連赤軍との戦いに負けたというデマが流れると、ドイツはポーランド人を再度迫害し始めた。これに対する抵抗として、第二回シレジア放棄が起こった。この50民投票委員会によって、ポーランド人とドイツ人共同の警察組織、アブスティムングスパディジーが創設されることになった。第三回シレジア放棄は上シレジアのポーランド人によって、 ドイツ政府に対して行われた最後の放棄である。この地方をドイツから独立せ、1918年に終わった第一次世界大戦の後に建国された新生ポーランドに加わることを目的とした。放棄は計画通り5月に始められた。住民はすでにドイツ人、ポーランド人双方からの組織的暴力行為に悩まされていた。国境警備隊と呼ばれた。 ドイツ側組織は第一次世界大戦の福音と上、シレジア以外の地域からやってきた志願者から構成されていた。ドイツ側は、その他民兵組織である自衛団や公式には前年に解散されていた反革命武装義勇軍という組織が活した。アンディルロンをはじめとしたメンバーからなる多国籍委員会は、こういった暴力に対抗する手段を取るのに、 手間取っていた。上シラジアに駐留していたフランス軍は、この放棄をポーランド人の自衛手段の行使だと主張して、後押しした。いくつかの事例においては、イギリス軍とイタリア軍は、ドイツ側に、積極的に協力した。ロイド・ジョージが、イギリス議会演説で放棄に強く反対すると、ドイツ側は望みを持った。しかしこれら協商国が紛争を制止する軍隊を、 送る気配はなかった。他国籍軍監督委員会とフランス政府が取った唯一の行動は、上、シレジア以外の地域からのドイツ人志願者募集の禁止を求めたことだけだった。ポーランド側の放棄が成功して上、シレジアの3分の2が脱出された後も、ドイツの国境警備隊は、イギリスとイタリアの占領軍の支援を得て、コルハンティ式するシレジア人からの攻撃を幾度か暴だ。 シレジア人に対して、独力で対抗志願を取ろうとしたイギリス軍の試みは、強商国軍司令官のジュール・グラティエ将軍に制止された。放棄側は、工業地帯を含む、自ら脱出した地域のほとんどを固守した。放棄軍は、地元住民の支援を得ることができたが、上、シレジア以外の地域のドイツの部隊は、積極的に介入することが禁じられた。 放棄勃発から20日後、コルファンティは、ポーランド側の占領地を手放して、国境の向こう側に撤退することを提案した。手放すことになる地域は、ドイツの部隊でなく、他国籍軍が占領することを条件とした。しかし、イギリス軍が上シレジアに到着して、他国籍軍と一緒に国境まで展開することが、完了したのは7月1日であった。他国籍軍の展開と同時に、 他国籍委員会は放棄の際に行われた双方の不法行為に対する一般特者を発表した。復讐行為と残虐行為は特者の対象外とした。ドイツの国境警備隊や自衛団などは解散させられ、双方の友好関係の回復が図られることとなった。最高評議会は住民投票に即した形での上シレジアの分割への合意には至らなかったが、60%の 住民がドイツへ投票していた。この問題は国際連盟の委員会にかけられることとなった。ドイツとポーランドの間での合意と双方の訴え、他国籍軍の六個大隊の駐留、地方守備隊の解散などの措置が実り、この地方の平和回復が進むことになった。国際連盟の委員会がこの問題をベルギー、ブラジル、スペイン、 中国の4カ国から1人ずつ出された代表者による省委員会にかけ、詳細な調査が行われることが決定すると、ドイツ全土と上シレジア大きな動揺が起きた。この省委員会と専門家の報告書をもとにして、国際連盟は上シレジアの工業地帯の大半をポーランドに編入することを決定した。ポーランドは全住民195万人の 約半分の96万5千人を自国民とすることとなったが、上シレジア全面積1951平方キロメートルの3分の1にも見とない3214平方キロメートルしか得ることができなかった。しかし、ポーランドに編入された分は上シレジアの他の部分に比較してはるかに価値のある地域だった。61あった炭鉱のうち49と2分の1が、 ポーランドに譲られることになった。これは、旧プロイセン地域にあった炭鉱の4分の3に相当する。産出される3175万トンの石炭のうち2460万トンがポーランドへ渡った。6万千トンを産出する上シレジアの鉄鉱のすべてがポーランドに譲られた。37機の溶鉱炉のうち22機がポーランドに渡され、残りの15機がドイツに残された。 ウェイシュレジアで生産される57万トンの先鉄のうち17万トンはドイツに残ったが40万トンはポーランドが得ることになった。16あるアエンと鉛の交渉は1920年には23万3千トンを生産していたがそのうちの4つの交渉とそこから生産される4万4千トンだけがドイツに残された。ウエシレジアの都市であったケニヒスヒュって ホジュフ、カトビッツ、カトビツェ、タルノビッツ、タルノフスキエグリは、ポーランド領になった。新しく、ポーランド領となった、シレジアの地域では、ドイツ人は、かなりの少数派となった。重要な経済地域であった上、シレジアを分割する、ことで起こりうる苦しい生活条件を緩和するために、国際連盟の決定によって、ドイツとポーランド双方は15年間有効の経済規定を、 作成し、少数民族法法令を整備することが定められた。どちらかがそういった法整備やその受け入れを拒否することがないように、特別の方策が取られることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。